あのね、あのこの間、ずいぶん前に、うん、緑川さんと僕の中でキス談義をして、うん、綺麗なキスと汚いキスがあるっていう話になってね、うんうん、ちょっとじゃあ久石君ここでキスをやって、はキスここでキスをする、キスを聞かせて、キスを聞かせて、自分がベストだと思うキス音を聞かせて、ね、すんごい綺麗なキスを3回までやり直して、3回までですか、テイク3まで、うん、あでもいいのが1回目で出たらこれでって、はい、はい、じゃあ、まあ、まあよくあるパターンで、おあどうですか、綺麗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 テクニシャン、テクニシャンテクニシャンですね、うん、なかなか汚いキスってどうなんですか、ブチュっていう、あいや、まあ、まだ汚い人、もっとあるんですかごめん、俺からのリクエスト、はい、不敵な感じでやってる、不敵な感じで最後キスして、うん、そうそうそう、俺もそう思ってた、えぇ、ー、それで締めて、えぇ、ー、態度閉まんないから、このコーナー閉まんない、閉まんない、マジっすか、なんか悪役っぽい、なんか悪役、なんかこう企んでるっぽい、あで最後にキス生まれ去っていく、最後まで去っていく、マジっすか、よろしくお願いします、テクニシャンぶりを、いや、わかんないけど、まあいいやってはい、お疲れなあ、もう仕事終わる時間だよな、外は真っ暗だし送っていくよ、最近メールばっか出なかっただろ、だからお前の顔見たくなっちゃってさじゃあ待ってるから早く来いよ、ちょっとバカラ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 、ブラボーブラボー、いい俺の想像を超えてた、やったやった、ちょっと潤んできたもん